ですね、3月にもなるとね、九州はね、ずいぶん西の方なんで、こんな感じでね、帰宅後も、まだ日がね、落ちないんでね、こういうふうにあの谷パトができるんですけどね、ちょっとね嫌なものを見つけました。この奥のねレッドエボニー、あーもう上からね水をねザバザバやってたからね、これはちょっとねいってる感じです。これをねちょっとね、どんな感じか見ていこうと思うんですけどね、はい、ちょっと室内にね持っていきます、こちらをね。はい、ねということでね、レッドエボニーをね持ってきたんやけどね、見てください、もうねもう見るからに悪いですね。ここら辺はねともね、もう完全に悪いし、なんかもう芯までね来てる感じですね。ね、ずっとね、あったかかったんで、上から水をね、バシャバシャあげたんですよ。そしたら多分、ここの葉の間とかにね、水が溜まって、そこら辺でね、こう、群れたというか、こうね、樹れて、こんな感じになってるんだろうと思うよね。もう、確実に悪い。あー、ほら。ね、こんな感じ。やっぱ、レッドエボニーあたりっていうのは、本当やっぱ水やりを気をつけないと、あ、もうなんか、見た感じ、ほら、こんな風にね、なんか行っちゃってる感じでしょ、もう真っ黒ですね。うわ。ね。うわ、これも助からんな、これはまずね。根もね、根も十分張っていたかも怪しいですね。レッドエボニーはなかなかね、根が張りづらいとかいうこともね、言われるからですね。食っちゃダメ、また。ね。うわー、こんな感じですね。本体ももうちょっとね、色の感じが悪い。うわ、グラグラ。あ、根付いてないわけじゃなかったですね。うん。あ、それなりに根付いてた。うわ、悔しいな。ちょっと油断したな、やっぱり。根付いてなくてやられたのかなと思ってたんですけどね。見てください、それなりに根付いてます。ね。で、ここの芯がね、こう見てもわかるでしょ。もう真っ黒なよな。うわぁ、上からね、水をやらなければね、なんとかよかったと思うよね。うわ、あ、見てよ、もうボロボロ、ほら、ボロボロ。何もしてないのに。何もしてない。悔しいね。あ、もうダメですね。もうすべてダメです。ああ、惜しかった。ほんと惜しかった。こんな根が張ってたんですね。ああ、こうやってね、たまにやるんですよね。油断してね。自分は結構油断してやるんよ。ああ、くそ。レッドエボニー好きなんですけどね。いくらか助かるかなと思ってたんですけど、ダメでしたね。はい。やっぱこうなるとね、ちょっとね、少しね、こう、カビ臭いような匂いがやっぱしますね。うん、こう撮影しながらでもね、この匂いがね、すごくわかる。うん、ちょっとこう、かびちゃってる感じですよね。こういうね。ね、真っ黒になってるから、もうこうなると、もうどうしようもないんでですね。あー、ちょっとね、一日ぐらいであっという間になったんだろうと思います。これはね。ですのでね、やっぱりレッドエボニーはね、そうね、エボニー系っていうのはやっぱりこうよくね、やっぱ観察が必要ですね。うん、で、あんまり水はね、やらなくていいですね。うん、経験上。うん、レッドエボニー、タウラスね、まあ一緒ですけどね。は、水やりはかなり控えめでいいと思います。すぐね、あっという間悪くなるもんね。それが特徴ですよ。はい。けどね、他にもね、いろいろきっちり育ってるやつはあるんでね。うん、だから、まあね、今回は自分のね、油断だったなということをすごく思います。ああ、ほんと残念。ああ、悔しいなぁ、ほんと。先ほどはね、ちょっとね、やらかしてしまったね、レッドエボニーをね、お見せしましたけどね、なんとなくね、悔しいんでね、もう、うちでね、元気に過ごしている、ちゃんとね、育てている、ちょっとね、レッドエボニーをね、持ってきました。
まずこちらがね、まあポッツさんのね、ポッツ鉢に植えてるやつなんですけど、これが、伊藤グリーンさんのレッドエボニーでね、これまあ来てから随分長いんですけどね、こういう感じですよ。なかなかいいでしょ？これね、座ってます。で、やっぱりロメオ系っていうのは本当ね、水やりにちょっと注意が必要なんで、でロメオ本当好きなんですよね、自分がね、赤多肉が好きやから。だけどやっぱりね、水やりっていうのはね、本当にね、あんまりこう上にかけずに周りにこうやったり、底面給水でやる場合が多いんですよね。ですので今回はね、ほんとね、季節がいいからと思ってね、ちょっと油断してましたね。で、せっかく根が張ってたのにね、それなのにな、根が張ってなければね、まだしもね、張ってたのにっていう感じで悔やまれます。ですので、ね、こういったやつみたいにちゃんと周りにやったりね、底面でやったりして、あんまりもやらない。こう触ってみてね、これ、今でもこれパンパンであんまりやってないんやけど、結構ね、葉に水を含むので、そう水やりはやっぱ頻繁にやらない方がいいですね。レッドエボニー系は水やりは控えめの方がね、まず安心だと思います。もう経験上ですね。そんな感じ。それと、こちらがね、タウラスって言って、だからあれなんですね。レッドエボニーとタウラスとロメオか。は、名前違いでね。それぞれ違うんやけど、一緒って言われてるんですよね。で、こちらも、来て長いですけどね。もう鉢もちょっとこう古くなってるでしょ。で、こちらもね、いい感じになってるね。ツヤもあって。で、これとかは上から水やっても、こういうふうにほら、いっぱいやからほとんどこう、水がね、与えられてないんですよね。で、あんまり底面給水もしない。それなのに、さっきのレッドエボニー以上にカッチカチなんですよ。植え替えもしてないね。で、こういういいツヤ感があってね、育ってるんで、だからほんとね、何回も言いますけどね、レッドエボニータウラスとかいうのは、本当にやっぱ水やりが控えめでね、太陽にね、きっちり当てるっていうことが大事かなと思います。でね、ロメオ単体っていうのは自分なぜか持ってないですけどね、例えばロメオの、後輩っていうのはちょこちょこあるんですよ。これはね、ロメオと黒爪ザラゴーサとかね、ロメオと、ラウリンゼの後輩とか持ってるんですけどね、こういう風に他のね、品種が混じると、そのロメオのこう弱さ、まあ弱さっていう表現がいいかわかんないですけど、そこまで気を使わなくてもですね、水やりにですね、大丈夫かなっていうのはあります。ですので、そうやな、やっぱロメオね、ロメオレッドエボニータウラス単体の場合はお気をつけ、した方がいいかなと。で、まあ、交配、ね、交配してる分については、それがこう半分になるというかね、これも、色合いはね、ロメオに近いけど、形とかこう、そういうのはなんか、ザラゴーサに近いからですね、まあまあ、少々水やりをこう、乱暴にというかね、そういうふうにやっても、こういう交配種は、ね、特性が半々になるんで、まあ、こちらの二つよりか、気を使わなくていいかなっていうのはね、自分のこう育成してのこう感想になるんですけどね。ほんとね、いい多肉なんでね、皆さん気をつけてくださいね、ほんと。自分みたいにならないようにしてくださいね。はい。ちゃんと育てれば、こういうね、綺麗な、夏でもね、赤い多肉のこう、品種ですからね。周りが緑になってる時に、レッドエボニーはこうひときわ赤いのが目立つからですね、多肉棚の中でもこういいアクセントになるんで、おすすめの品種であることは間違いないからですね。はい、そういう感じで、レッドエボニーはね、特に水やりに注意中ね、もう自分のこちらのこの失敗をね、この、失敗をね、参考にですね、そういうふうに気をつけて育成されたら、いいんではないかなと思います。はい、ということで、何回も言いますけど、残念は残念ですけどね、そういったことで今日の動画は終わりたいと思います。こいつかわいそうやなと思ったらチャンネル登録とかですね、グッドボタンを押していただけると、またね、投稿の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは。